サメライドの小ネタを一気に紹介。空中で発動するとゆっくり落ちます。落下中に向きを変えられます。爆発後のこれ何？隙間があっても落ちない場合があります。スパジャン短縮を積めば逃げ切れることがあります。エリアを一撃で確保できるステージがあります。発動中は金イクラを納品できてエナスタも飲めます。ホップソナーは貫通しませんがエナスタは貫通します。突進で傘はなんとかなりますがシールドは終わりです。レールから大きく外れると自動で爆発しますが少しなら大丈夫です。引いても倒せます。テープで雑に固定された炭酸で進んでいます。突進前と水没でデスするとサメライドが残ります。皆さんは他にサメライドの小ネタ知ってますか？